皆さんお元気ですか。今日は BB ルームさんのところへ遊びに行かせてもらいました。あったー、ハッピーやったすごい、ハッピーがあったー、すごい、かわいい、かわいい、こんにちは、ハッピーちゃん。ちょっと待って、こんにちは。車そこ？はじめまして。お願いします。乗せていただきます。よいしょ。おお。はい。一応。私高校生だから。はい。そうなんですか。ナビやっても。うん。ハッピーライフ。早速ランチを食べに連れて行ってもらいました。電話くれて、うん、くれてた、うんうんうん、もう出てきはったからいつも BB ルームさんの動画で拝見していたとっても素敵なお店、上野空さん、来たかったんですよね。とっても楽しみ。おお、ここだ、ほんまや。はい、ありがとうございます。上野空さんのランチは体にいい食材で優しいお味でとっても美味しかったです。いやー、いっぱいある。わー、かわいい。わー、いいな。キャンプもやりたいのでちょっとずつ揃えていきたいと思います。このガムでカヌーも乗れるそうです。素敵。これが天井寺湖。すごい綺麗な景色よね。すごい。あ、ここ渡ったね、動画でも。私座ってます。すごい、いつも動画で見てるのに。すごい狭いでしょ、こっち。いや、かわいい、かわいい。でもランプが欲しいよね。ハッピーライフ。いやね、押しかけます。嬉しいです。すごい、なんかまた出てきた。出てきたよ、これ。これまた面白いね。え、三脚がある。興味津々ですね、今から揃えていくから。
つもカメラの前でこうやって物を置いてしまう。ありがち。私 YouTube は、ね、失格だから全然できない。いつも自分のマイカップは持ってくるから、そうこのなんか食器もどんな揃えようかな。楽しみよね。うん、楽しみ。コーヒー、紅茶、お茶って何がいいですか？アジアン系にするかナチュラル系にするか、で娘に聞いてもナチュラルやろって言って即答やったから、まあ初めはちょっとナチュラル系でしようかなって思って。すぐ帰れるもんね。うん、動画見せてもらってて、この二人の雰囲気がすごい好きで、いやいやもうねボケボケな会話だからね。紅茶入ってないよ。はい、乾杯。もう私ずっとあの会話でハッピーさん、うん、ハッピーさんって言ってて、いやーすごい手作りですか。はい。いやーすごい。もうなんかすっごいご夫婦が仲いいって言ってね、もうね見習わなければねっていうね。でもやっぱりこのハッピーを買うことになってから、うん、あ、そうですか。うん、じゃあうちも買ったじゃない。いやいやいや、もう永遠の女子好きやと思います。それもそれもあのこのハッピーちゃんの永遠の女子好き。すごいなぁ。すごい上手上手。こうやって3人でお茶するのって初めてかも、家族以外で。へー、うん、すごい。3人記念日やね。はい、すごい。あのコーヒー入れてみてください、ね。はい、いただきます。奈良からここまでどれくらいかかりました？ですね、高速がすごい混んでたから。え、車で来れたんですか？車で行きました。そんなびっくりせん。なんか初めて喋ってる感じが全然しない、ね。うん、しないね。関西人だから。終わったら見ようと思って。ほんまに。でもほんま、ハッピーでね、こうやって全然違うとこに住んでて、うん、知り合わへんのに知り合って、うん、そうね、ハッピー乗ってたらやっぱりこうみんなね話しかけてくれたりとかするから、結構会話ね、うん、できたりする、うんうんうん。ほらほら、せんとくんに会いに。これこれ主役もさっき RV パークがあるところ、うん、ここ行ってた、よかった。せんとくんって人気あるの？あるよ、ちょっとキモいけど。この独特な感じがでもいいので。そうそう。ありがとうございました。もう一回ね。はい、はい。もう私がずっと回すかないけど。はい、映ってね、映ってね、映ってね。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。また
また納車したら納車したらまた来ます。来てください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ楽しかった。楽しかったです。永遠の助手席。はい、ありがとう。